はい。今回の動画は、PowerPoint でスライドショーを実行する方法をご紹介します。それでは早速そのやり方ですけども、スライドショーを実行したいスライドを開いている状態で、このスライドショータブですね。こちらをクリックします。で、次に、今回これそうなんですけども、このノートを記入しているといった場合は、このモニターのところの発表者ツールを使用するってところですね。こちらにチェックマークをつけてください。 このチェックをつけておくことによって自分で入力したこのノートの部分の文字がスライドショーを実行中に自分のパソコン上だけ見えるようになります。で、この状態でこのスライドショーの開始っていうところの最初から、まあもしくは現在のスライドからっていうケースもあるとは思うんですけども、こちらをクリックすることによってスライドショーが開始します。はい、これでスライドショーが実行された状態になります。 で、今回はパソコンにプロジェクターを繋いでいないので、発表者ツールが表示されてない状態になりますけども、通常ですね、プロジェクターにつないだ状態でスライドショーを実行すると、発表者ツールっていうのは、この画面の右側あたりにですね、別途表示されるようになります。で、実際のスライドショーの実行の方は、特に設定をしていなければ、マウスをクリックすると、こういった形でスライドが切り替わったりだとか、こういった形でね、この文字が次々とこう出てくるということですね。 で、あと、スライドショーを実行しているときに覚えておくといいですよといった機能をいくつか紹介します。 まずはスライドショーを実行するときというのは、通常はスライド1から2、3、4という形で実行していくと思うんですけども、例えばですけども、スライド3をやっていて、もう一度スライド2に戻りたいというケースもあると思います。そんな場合はですね、このマウスのポイントを動かしてもらうと、ちょっと画面だと見づらいかもしれないですけど、この左下あたりにですね、この矢印ボタンが出ますんで、この左側の矢印をクリックすると、こういった形で一個一個ね、戻していって、こうスライドを戻すこともできます。 で逆に右側の矢印を打つと今度は逆に進ませることができますんでこれもね覚えておいてもらえるといいと思います。 であとは例えばですけど、スライド2を実行していて、スライド5に飛びたいよといった場合は、この矢印ボタンでやるとどうしても時間がかかってしまいますので、その場合はこのマークのところですね、ちょっと画面だと見づらいかもしれないですけども、こちらをクリックすると、こういった形でスライドの一覧を表示することができますので、例えば今これ3のスライドを開いていましたけども、じゃあ7に飛びたいよということであれば、この7というところをクリックすると、こういった形でですね、スライドをですね番号で指定して表示させることもできます。 で、あと知っておくといいのが、スライドショーを実行中に、スライドショーを一時的に停止をして、自分の方に注目を集めたいといった場合に、スライドショーの画面をですね、一時的にですね、黒くしたりとか、白くすることができます。で、黒くしたいよって言った場合は、えー、アルファベットの B ですね、ブラックの B で覚えておいてもらえればいいと思うんですけども、スライドショーを実行中にアルファベットの B を押すと画面を一時的に黒くして、もう一度 B を押すと戻せます。 で、白にしたい場合はですね、W ですね。ホワイトの W で覚えておいてもらえればいいと思うんですけども、白くしたいときはキーボードの W を押すと、一時的に白い画面にして、もう一度 W を押すと、元のスライドに戻るということですね。で、最終的にスライドショーを終了したいといった場合は、キーボードのエスケープキーを押してください。そうすると、スライドショーが終了します。 はい。といったことで今回紹介したスライドショーの機能ですけども、本当に最低限の機能のところを紹介しましたけども、まずはですね、今回ご紹介した機能の方をしっかりと覚えてもらえればと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。